新宿2丁目ゆうまチャンネルタレタレーやったよーイエイイエイイエイもう土曜日が来てくれたというやったでございます、うん、オサスラブサンズアブインザスカイ、はい、第2話がオンエアになりました。もう今回もやばいね。いや面白かったですね。面白かったよね。佐藤ちゃんもう今回2話か、シーズン2から見始めてやっぱ面白かったで、うん、面白かったですね、はい、冒頭始まった時からなんだろう、あの前回1回目のハルタンいろいろ振り返るわけです自分の中で、はい、え、篠さんはあの僕の似顔絵持ってたなとか、うん、で、あの成瀬についてはえ、揉めてたの男だよな、彼女と取り合うのになんか最後ね、うん、とかどういうことあの人たちはみたいなところが始まって、そして黒沢キャプテンも、うん、なんか月が綺麗っていうことは娘漱石の、まあ、隠語で、うん、愛してるということだろうとか、うん、なんかそれぞれがハルタンのことをわーっと思う気持ちをおさらいするシーンから始まりまして、うん、で空港内でハルタンがこう荷物をバーッと持ってた時に、うん、黒沢キャプテンとバーッとぶつかって、うん、バーッと物落ちる、その時にはおっとバランス崩して黒沢キャプテンがわーッと倒れそうな時にハルタンがわーッてって、うん、なんか社交ダンスかのような、うん、黒崎キャプテンもドキドキとこう、うん、ね近づくわけですから、その時に運んでた中のおもちゃのようななんか演出のシャボン玉がプワーってなる、うん、だからそういうなんかね、うん、あのメルヘンな感じも私たち女子はもうすごいキュンってくるわけなんですよ、うん、あれもオスナズラブの演出のなんかいいところだなって思う、うん、で、まあ、そっからタイトルですよ今回、はい、第2話の空港の中心で愛を叫ぶ、うん、じゃじゃんって出まして、あの成瀬と春田のオフィスでのシーンで、うん、もうちょっと詰め寄るわけですよ、うん、あのキス何だったんだよ、うん、って春田が、そしたらもうクールなキャラやな、クールですね、成瀬はキスぐらい誰でもしますから、うん、みたいな感じでみたいな、そこでまたびっくりするわけですよ、うん、何言ってんのみたいな、で篠さんがまた寮でご飯作ってます、うん、今回ね、そこでまた帰ってくる、うん、ハルタンが今回の推しの飯も、まあ、2個出てきたから、うん、1個目は焼きそば美味しそうやった、あれもこれが忍飯で焼きそば、うん、ね、出てきましてこう作ってて、でハルタンがやっぱ篠さんの顔をじきじきと見ると、えっ、やっぱあの絵は何だったの気になると、うん、で自分からちょっとこう話しかけようとするんですよ、うん、けどもいつも通り篠さんは、あ、何紅生姜足らなかったとか言って取りに行こうとする、うん、え、そういうことじゃないしにちょっとってで、ハルタンが、え、これどういうこと、うん、うん、え、ってこうシリアスな表情がまた可愛いのよ、戸惑うハルタンがね、なんか思い切って、あ、あの絵はどうなったんですか、なんか僕の似顔絵みたいな言うじゃないですか、うん、そしたら後ろさんが、いや、実は僕絵が描くの好きで、うん、他にも見てくれる、うん、ってなると、黒沢キャプテンとか、うん、いろんな人のあの、うん、キャストの人たちがうわー出てくるわけですよ、うん、僕だけじゃないんだ、うん、みんなのこと書いてる、うん、けどちょっと待って、なんか僕のだけ多いじゃんみたいな、また戸惑うかと、で、ハルタン考えすぎかなみたいなで、そのシーンは行くわけなんですけども、後から必死に書いたんですかね、なあ、思うなそう思う、それはまたで可愛いなって思うわけよ、で、また違うシーンで、あの、SNS で、うん、ちょっとこう、何ナウセがパワハラをしてるみたいな回り始める、うん、ハルタンも、なんか動画中、あの画像が載ってて、うん、成瀬は誰とでも寝る泥棒猫だ、で春田総一を許すにゃーみたいな、うん、成瀬の元カノがなんか送ったように思われる SNS が出回るわけですよ、出回りましたね、ほんで社内でも、え、何なのこれはパワハラなの何なのかみたいな、うん、ちょっと物議がありまして、で女性 CA の、ね、女の子が成瀬君にパワハラされました、うん、みたいなことを言った時に、この前も動画アップしました、ミッチーですよ、シネマショットかわいいわ、ほんで分かります、整備士のこと下に見てますし、あの人はみたいなことを、うん、篠さんにわーって言うわけなんですよ、ハルタンが黒沢キャプテンの方に行って、成瀬がこんなこと起きてるんですけどちょっと相談がとか言うんですけど、うん、分かったってなって、ほんで黒沢キャプテンも成瀬にいろいろと、うん、お前どうなってんだ、うん、ハルタンに何かやったのかみたいな、何もやってませんって言うんだけど、キスシーンを見てたから、うん、あの一人ごとかのように黒崎キャプテンが、いや、お前
キスやっちゃうんじゃん、ハルさんと、みたいなことも言い始めるわけよ。で、黒沢キャプテンの気持ちも動き始める。病院のシーンになりまして、黒沢キャプテンが、先生、なんかちょっと胸元が痛いんですあっこももうやっと出てきたなっていう黒沢節、いや、これは恋の病ですって言われて、ってなるんですよ。好きって思ったら気づいてなかったんですかね。なんか分からんかったんだろうな、可愛いみたいなことだけだったんですかね。やっと思いますよ。あの、しのさんとひなちゃん、女の子が、あのカフェで、はい、そうやってる時もなんか、はるたんのことどう思ってんのみたいなやり取りがあって、いや、別にとか言って、でちょっとこう、女の子が行った時にひなちゃんが帰っていた時に寂しそうな表情を見せるしのさん、しのさんの切ないさが、そうやで、結構今後あれじゃないですか、寂しくなる可能性すごいありますよね。ちょっとどうなんじゃ、うますぎますよね、やっぱ切ない演技が。しのさん切ないやで、ナルセはクールや、はい、もうニヒルで、はい、何を考えてか分かんない。で、黒沢部長はストレートや、みんな違うわけよ。切ない大丈夫ですか、お二人は。あの感じ、マキも出してたけど、うん、マキは結構しっかり言うとき言うし、あ、そうです、ね、そう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 、バランスが一人で保てたのがすごかったんだけど、しのさんは引いて引いて引きまくって、その陰を絵で表してみたいな。それでですね、ハルタンと黒沢キャプテン歩きながらナウスのことを夜道話してるんですよ、うん、その時のね、ハルタンの私服っていうか黄色のパーカーもめっちゃ可愛いの似合ってるし、あのパーカーすごい可愛かったなと思って、あの寮があるからそこに一緒に行ってナウスに話してくれませんかって言ったら、うん、黒沢キャプテンは勘違いするわけ、うん、いやいやいきなり家なんてそんなーとか言って、わーって走って帰り始める。そこもなんか違う目で捉えて可愛いなっていうのもあったし、うん、で、寮のリビング、成瀬しのさんご飯食べてて、俺、ハルタとキスしたんですよ、ムカついてますかって成瀬が聞くわけですよ、しのさん、うん、そしたら、いや別に俺はそんな気持ちじゃないからみたいな、我慢して自分を抑えしたら幸せつかめないですよ、うん、クールかというわけですよ。ほんでその時に腹減ったーって、ハルタ帰ってきて、うん、ここもめっちゃ可愛かった、しのさんの後ろ回ってしのさんの肩もんで、ね、泣かずいて食べたーとかいう、あ、ここキュンキュン来ましたね、うん。で、ナルセは、あ、ここもなんか面白いなと思ったのが、あの、ハルタに、いつもお前グラタンばっか食べてんな、うん、とか言ったりして、似合うし、グラタンが可愛い子よ、わーって食べて、で、整備士の本読んだりして、もういいよって、ナルセが上の階行ってベランダで一人、飛行機の向けにわーやってるんですよ。それを会話見るハルタだから、あ、仕事は、なんだこいつ偉そうなこと言うけど、ちゃんと技術とか勉強とかして真面目なんだなっていうところを、男同士が、ハルタンはナルセに向けて捉えるわけなんですよね、うん、会社に行くと、しかしナルセはパワハラのことで仕事を外されるわけなんですよ、うん、ほんで、審議の会議中に、まあ、シノさんがパッと入ってきて、ナルセのフォローに入る、うん、そして、クローサーパイロットも入ってくる、ハルタンも来る、で、CA のアリスガーとめぐみちゃんも入ってくる、うん、で、みんなこうやってフォローし始めるわけなんですよ、うん、いいところを。なんかこういう一つになるところもオッサンズラブ、うん、仕事を通してヒューマンなところ、うん、なんかそこもいい良さも出てたなっていうのも私思いました。まあ許されるわけですけど、うん、会社から。で、ハルタンがよかったな、あみたいなこと言うんですよ。めっちゃなんか言えよって言われたら、ナルセがあって言うんですよ。もう可愛い、あーじゃなし、ありがとうだろって言ったら、ちょっと笑うんですよ、うん、今笑ってたやろ笑ってませんよもうあのシーン可愛いの二人、いやすごいですね、ちょっと縮まりましたよね。そう、距離が縮まったし、よくできてるシーンだなと思ったの、うん、こっからよ、シノさんと黒沢キャプテンが二人だって。そうだそうだ、そのシーンもありましたね。一番年上の二人があって、うん、ハルタンのことをどう思ってのみたいなやりとり始まって、うん、黒沢キャプテンはまた正直なキャラやな、僕はハルタのことが好きだってカミングアウトし始めるやん、うん、で、君も好きなんだろ、うん、って問いかけると、いや、私はこれ以上の関係を求めてませんから、そういう大人な返しのところもあったし、うん、で、ヒナとハルタのシーンで、今度おでんのデート行こうよとか、明後日休みだよね、デート行こうみたいな。で、また次の日会社行ったら、ロッカーのところに今夜9時、夜の9時屋上に来てくれっていう置き手紙がなりみたいな、そう、入ってたんですよなると、もうここのシーンもね、もう見せどころ、うん、
これ後半も30分か35分ぐらいのとこでした、うん、イルミネーションのところで黒沢キャプテンが一人で待ってて、うん、春田が来る。いきなり春田くんのこと好きになってもいいですかもうね2回目で、まあ、1回目1話の時も傷もあったりとか、うん、心つかまれましたけど、うん、全体のドラマとしてのこのねやっぱね黒沢さんっていう役がやっぱ軸になってるなっていう本当に感じたのは、うん、この一言から今の好きになってもいいですかっていう時にあのキラキラでイルミネーションの中でドラマ自体のスイッチが入ったような気がした。私これぞおっさんずラブ。あ、2回目で本当にストーリーのスイッチ大きいレバーがガンと置いたなっていうので、うここでキュンって私自身のおっさんずラブの心のスイッチも入りました。ほんで、戸惑わはるたどういうことって頭抱えて声がもう丸に見えるわけですよ、うん、黒沢さんからすると OK ってこと OK ってことやった後ろにある金を幸せのすごくいい絵やったなぁ。いやすごい良かったですね。やっぱり前作から引っ張ってきてるこの2人ですから、うん、やっぱここで2人のシーンの愛を確かめ合うっていうか気持ちを伝える正直な黒沢さんが出てきて戸惑う春田ってこのオッサーズラブのベースになってる、前回からのこの2人の関係性演技力も抜群に良かったですよ。さすがですか。さすがです。ちょっと偉そうですほんまに良かった。ここはほんではこまだ終わんないんですね。どうやここでなんか次行こうかなと思って時間見てたら、えっ5分しばしば残ってない、どういう展開なんのと思って、ここでなんか篠さんとかまあ成瀬とか男だけの関係で入ってくるのかなと思ったらよ、最後のシーン、うん、で女の子私たちとか見てる視聴者さんが多いって分かってるか分からないけど、ひな、うん、と春田のシーンになるわけよ。デートですよね。デートの日2人で道バー歩いてますと、なんかまたボンボール当たってブワーなってバンド結構出てました。血出てました出てました最後のシーンめっちゃ出てるやん。血出ました私で、ひなの家のシーンのパッとなって春田にこうやって応急処置してる、うん、そしたらよ応接間みたいなワーッとブワーッと襖が開いて出てきたのか佐藤ちゃん、うん、黒沢キャプテンやね。いやすごいびっくりですよね。私も一瞬何のことって思った、うん、どういうことって思った。ここで親子とか来るんだ。だから前回はまあ前回のこといいかもしれないけど、シーズン1は翔子さんが奥さんが出てきたやん、はい、それがもう今回娘のひなちゃんっていう黒沢キャプテンの家族もおるのに、なんで春田のことドキドキ好きになるんだろうっていうところが親子関係、うん、あ、この家族がひなちゃんだったんだ娘がっていうのも、うん、なんで春田また困惑するわけで、どういうこと、うん、ってなって最後黒沢さんと春田が顔をこうやってバーッと見つめて、どういうこと、って二人で終わる。あっこも可愛かったし、うん、でスッと次回予告入るやん。次回予告がまたすごかったですよね。こんがらがったついていけんのかなと思いました。私篠さんが雨の中、うわー切ない切ない、俺は春田が好きなんだっていうシーン、そっからよ春田が成瀬にまた同じ雨のシーンなのか同じシーンなのか分からんけど、うん、なんかほっとけないんだよなの時の春田の真剣な顔、そしてその後成瀬の顔がパッと寄って捨てられた子猫ちゃんのようなっていう、もうなぁやばい、ちょっとわかんない、どうなるか。ごめん、なんかザーッとスピーディーにおさらいしちゃったけど、皆さんちょっとついてきていただけましたでしょうか。ちょっとすごかったですね。すごかった。やっぱナルセに行くような雰囲気はちょっとありそうですけど、僕はでもシノさんを応援したいんですよね。みんなやっぱさ見てたらさ一人やっぱちょっと決めちゃいますよね多分。そうやね、推しっていうか、うん、今後の展開こう言ってほしいなっていう希望が出てくるよね、考えが。ゆうまさん今誰推しですか。今のとミッチーですか。だから正直第1話目のいろいろコメント載せた時に、はい、あ、動画載せた時にコメントたくさんいただいたんで、めちゃくちゃもらったんですよ、ね、はい、その時に今佐藤ちゃんおっしゃる通り、私はミッチーとどうにかなってほしいっていうコメントもたくさんあったの、うん、
もう唯一そこもし仮になっていったらよ、あ5話目6話目ぐらいからかわからんけど急展開パッと入ってきた時にわけわからんよ、どういう風になっていくのかっていう、まあ、未知の自己紹介まだあんまないやんか、うん、このまま終わるかもしれないですね、けどわからへんね、しのさんの元で部下やから、しのさんがずっと栄養こうやってやってて整備士やし整備の栄養も出てたもするわけやんか、それだからうまいっていうのが多分あると思うんですよ、それをやっぱりさ、俺も勉強になって頑張らなあかんって言って、みっちもええうまい、みっちも会社どうする今後、みっちのプロまたなったり、似顔絵、はるたんが、はるたんの似顔絵、黒沢部長の絵勉強して、絵勉強して、みんなで描いて、そうや、で最後な、みんなで絵画教室開いて、何の話だよ、これ、古典開いて、古典開いて、ルーブル目指そうって言って、でそれ私、見に行って、ほんまや、それ、ばば、買います、言うて、この絵、何十万か払うて。何の話や。二回目は第2話は1話はもうほんまにああ始まったオッサンズラブがって気づしまって捕まれました心、うん、けどもドラマの中のストーリーとして人間関係とか、うん、なんちゅうのかな、大人の人がやっぱ見てるのが多いやんか、うん、ちゃんと真剣に物事仕事の向き合い方とかもそうだし、恋愛に対してとか切なさとか人を愛することとかをちゃんとセリフとか言い回しと人間関係をドラマとしてやりますよっていうのを改めて提示してくれた第2話だったなと思いました。だからやっぱりこう真剣に、ああいいドラマやねんな、始まるな今回もっていうヒューマンドラマをちゃんと手つけてくれた第2話だったなと思いましたね。すごいですね。一言でまとめてって言われたら面白いな。ほんまにこのドラマは面白い。さあ、ということでございまして、ちょっとじゃあまた今週胸キュンは別の動画でまたあげましょうか。そうですね、はい、そちらの方も第1話の胸キュンシーンベスト3なんかもお届けさせていただきたいなと思います、うん、今回ね、ポサズラブを通してこの動画をご覧いただいた方、ぜひとも今後もちょっといろいろと語り合っていきたいなと思いますので、チャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、オッサンズラブインザスカイ第2話目について今日は振り返させていただきました。ありがとうございました。さよならねー。